盾が来たよ。やっぱりこの金の盾が来たから、みんながどんな反応するか。でかくない？見て、やっと届いた金の盾、どんだけ任させてたんだよ。いいの、一人で開けて。ちょっとあのメンバーには申し訳ないけどね、俺が受け取っちゃったから。やっぱ運命ってやつだよね。世も末だね。おおマクロ4 3 2 1、ゴー。おい、まだかよ。長いね。ちょっとなんて なんか書いてある。なんかファンレター。金の盾と銀の盾って大きさ同じだったよね。俺下がいたと思ったらさ、下が分かれてた。え、目標達成です。知ってるね。俺らが目標掲げたこと知ってるね。 YouTube 一つのミッション、もう一つのチャンネル、そしてさらに大きな目標へ。どういうこと？今後のさらなる活躍を心待ちにしておりますが、待ってろ、マジで日本一取ってやるから。今後ともよろしくお願いします。いや、こちらこそ。ね、ネアルモーハン YouTube CEO、 ネアルモーさんだって。誰だ？ちょっと金の盾見て、あの腐らないようにあれも入ってる、あの食事に入れるやつ。じゃあ早速ドッキリいきますか。ゲッツイッキーハンター。第416話、金の盾届いたん。どんな反応するのかな。よし、ということで早速やっていきますか。ドーンと最初に課長が誕生。不可能なことを一刀両断。
ぶち上がるよ、これせえよ。どっち来るか。来た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 。ここにいるから俺らね。中身は子供、グループ1の最年少ケンドタテナイルシえぇーイルシでかでかえキンドタテ来ましたブリ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 めっちゃ飛び上がってるでかその知らないいや、みんな初心者だから重いのよ重いんだあでかいし重いし、なんか物理的重さだけじゃない重みを感じますね。わかる、全然ちゃ重い。特別仕様にしてくれた。確かに。そうかも。イエーイ。イエーイ。皆さん大きくしとこうかな。リアルミさん頑張ってるから。なんとリアフェスに持ってきます。おお。そうなのでリアフェスにね来る人たち、よかったらこれ持っていくので、ぜひぜひ触ってもいいのかな。まあ、俺は触っては全然いいけど。うん。うん、忘れないで持ってくる。いや俺忘れるから。確かに、ね、いや覚えとこう。帰っちゃった、ね、ちゃんと撮影中にもちゃんとメモするっていう、ね、100万人の盾が来たから、はい、区切りだね。まあ確かに、うん、そう5年目のリアルピース。すごいね、早い。え、待って、もうそんな経つの？え、どっち？もうそんな？俺、どっちもある。え、どっちもな。俺もやばいんだけど、もう俺10年ぐらいやってるイメージなんだけど。いや、それはあるよ。めちゃくちゃわかる。それはあるけど。だってお前、MV の、リアルピースの MV の時とか思い出してみ。あれ、かなり昔だね。から3年ちょっととでしょ、あれは。そうだね。そうだね。4年経ってないんだよ、あれは。全然経ってないね。そうだね。そうだね。濃すぎて、これ100万までの道のりやばかったね、うん、本当にみんな、うん、100万人を目指すっていうのをずっとやってたの、うん、もう最初から、うん、そのために10万目指して、そのために30万目指してってやつで、本当100万こいつを手に入れるためだけにこの4年間って言ってもいいのかな。最初は10万目標だったりしたけど、でも最初もその100万を目標にするための10万だったから、そう、結果ずっとこの100万を目指してこの4年間ずっと走り続けてたの、うん、イベントとかで子供たちに次は200万だろとか言われるんだけど、 YouTube のチャンネル登録者数は1回やめようかなと。チャンネル登録者数を掲げてた2020年とか2021年、22年とか23年かとかも結構このチャンネル登録者数を上げることが
その日本一に向かって歩んでいるのとちょっと比例してたから、うん、そう掲げてたんだけど、あの海外に乗るようになっちゃったから、はいはいはい、YouTube が、うんうん、もし俺らが200万目指したら多分だけどこうなる。海外向けにショートを作ることになってしまうから、はいはいはい、そうなった方がだってチャンネル登録者数が上がるから、あの日本一になるのが俺らの本当に一番最終的な目標なので、あのその後ももちろんあるけど、うん、今は日本一に向かってずっと、もう前、もう何年も前からずっと日本一になる、日本一になるってずっと言い続けてるから。昔だって俺ちっちゃい時やっぱさ、日本一のグループ何って言ったらやっぱりみんなスマップって言ってたもん。なんかこういけば全員してたからね。そうだね、そう、うん、みたいな形で言う日本一のグループになりたいの。チャンネル登録者数なんてその時なかったじゃん、その時代に、うんうん、なかったし、数字で表すことなんてできなかったじゃん、うん、だけどみんなは日本一のグループはやっぱスマップって言ってたの、うん、4年間ずっとこの100万人を目指してたから達成できたので、そっちに向かって本気で今度は乗り込んでいこうかなと思います。それまで1回違う、今年はあの12月31日まではチャンネル登録者数じゃない目標を掲げたくて、その後もしかしたら、うん、もう一回、200万いくぞとか言うかもしれないけど、うん、それはもうそういう気持ちになってしまったという。だって分かんないじゃん、見ろよ。まあね、ポンポンポーン。今度の目標は何なの？日本一が僕らのその到達点なわけじゃん、うん、まあ、日本一になるっていうとやっぱり SNS もまああれかもしれないけどさ、メディアとかもさ、テレビとか、うん、やっぱ出るの条件になってくるんじゃないかなと僕は思うんだけどね。そう、なんか違う。なんか誘導したみたいなのかね。なんか違ったな。俺ら知ってるからね。さっき話したから。話したからみんな知ってるよ。課長も説明できる。コブラって説明できるわ、うん。次のなんだっけ。何？やっぱね、あの僕たちの目標が日本一っていうことで、うんうん、そう、日本一になるためには、うん、やっぱ SNS だけじゃなくて。うん、メディアとか。なんか天才じゃなくて。そう。メディアをね。おお。乗り込んだよ。乗り込んだ。すごい。マジで。いや、マジで、これね、本当にみんなはね、知らないかもしれないけどね。テレビに出ることが本当にむずい。そうだね。ちなみに、俺ら、俳優でした、私は。あ、僕もやってた。ハイヤー、私はハイヤー。はい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 。で、過去でもハイヤー。はい。で、なおもちょっとやったことない。ちょっと、そう、事務所入って、うん、なんかテレビに出たいって、こう、みんなこの後にテレビに出たい人だったんです。そうなのよ。もともとね、うん。テレビに出たくても、そこに届かなかった人だね。届かなかった人、お前は。僕はもう本当に、ドラマと映画だね。に出たくて、テレビに出たくて、そう。バイトしてた人だよね。そう。バイトしてた。やったやってたよ、なんか。有名になりたい。もう俺は有名になりたい、うん、日本で一番有名になりたい。多分誰よりも待ってたな。今のちょっとの間の時間だけですげえ伝わったよ。日本にいる全人類のこの1億人の中で一番俺が日本で一番有名になりたい、多分ってくらい有名になりたいの、うんうんうん、あ、ちょっとちげえなと思って悩んでる時に SNS だと思って、 SNS じゃで有名になりたいからで、うん、SNS に乗り出してYouTube と TikTok で今の時代自分の力で有名になれることを知ったから、なんか YouTube はアメリカが作ってるよ、 Google が、うん、だから手紙も CEO を何さんだっけ、ニール・モハン、そうそうそう、でこの盾をお願いするのも英語でお願いするの、うん、でアメリカから送られてくるのこれ、うん、そう、だから YouTube はアメリカが作ってるのよ、はいはいはい、で TikTok は中国が作ってるの、うん、だから日本の人が何もいじれないの、あ、関与できないっていう、関与できないの、だから実力でいけんのって思ってる、あー、なるほどね、ただ日本が関与しているコンテンツは、うん、やれでかいとこだしあんまりまあテレビに出たいやつが言っていい言葉じゃないかもしれないな、今ここだけ抜いてやれテレビ出ないんだから僕らは、そう、実力で上がるのが難しいけど YouTube と TikTok は実力で上がることができるから、本当に頑張って本当に実力で上がれる世界だった。あとみんなもなんか俺らがちょっとテレビでなんか取り上げられたりとかしたら、やっぱ応援してくれてるリア貴族もみんな喜んでくれたから、ああ、何回かね、ちょっとのね、うん、コンテンツでこう
ってどっちだったけど、だけどそれでがっつりテレビ出たらやっぱみんな嬉しいと思うし、うん、やっぱ日本一のグループだから、うん、やっぱテレビには出んと、テレビに出る、メディアに出るっていうのを目標にして、日本一になるためにね、第2章、まあ第2章って俺らめっちゃ言ってるけど、うん、今までのはもう全部嘘、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 これが大事だ。で今までさ、ああ俺もさ、だからみんなに盛り上げたいしさ、やってたから、だからなんかの区切りっぽい。あ、これ区切りじゃないんだよ。あれこれちょっと区切りかも。と思った時に、次は第2章じゃ。え、ちょっともうちょっとこれ区切りじゃね？って思った時、第3章じゃって言ったけど、ぶっちゃけ区切りかどうか分かってないの。まあなんとなく、今かなってとこで言ってたっていう。区切りをしてた、はいはい。してた。頑張って作ってたの、区切りを。みんながあの楽しめるし、分かりやすいかなと思って。そう、でもね、今回初めて区切りに出会って、ちゃんとした区切りに出会った、うん、あ、これ区切りだ、完全にね、うん、おお、これや、区切りこれだった、うん、で切ってたから区切り自分で作っちゃダメね、いや間違いない、そうそう、これ目に分かる、そう、作れろって、そう、もう分かる、あ、これ、あ、これ区切りやん、うん、あ、区切り始めまして、どうもリアルピースです。今の目標とも重なるんだけど、人間力を上げるっていうのでちょっと頑張っていこうかなと思ってる。ここまで来れたの、ゼトリ一人じゃ無理だったと思う。絶対にそれ忘れちゃダメだなと思って、絶対にこれまで歩んできたものを忘れないで歩んでいきたいなってめちゃくちゃ思ったの。これ見た時に、うん、5人で支え合えたりとか、泣き合ったりとか、笑い合えたりとか、ぶつかったりとか、そういうのがあってからここまで来れたってすっごい感じて、これ絶対もう忘れられないけど、絶対忘れちゃダメだなと思って。人間忘れるのよ、それな。そうなんだよね。だからこそ金の盾ってものも大事だよね、うん、見て思い出せるし、ふわ、ね、って振り返られるじゃん。100万人行った時に、うん、これは絶対自分の今後の目標にしようと決めていることがあります。何、はい、車買うとか。いや、それは浅はか。いや、めっちゃ浅はかって浅はかやな。自分のやるべきことを、やりたいことかな、うん、やりたいことをあの我慢しないでやる、脱いだら面白いなと思った時とかに、なんかその遠慮しない自分になろうってなった。おー、めっちゃいいと思うよ。だからどこでも今まで通り、やりたい時にやりたいことをどの媒体でもやるように自分にしようっていうのを、それこれ一個だけ。僕方が問題起こしたらね、俺らこいつ知らないですよ。ふざけんなよ、ふざけんなよ、簡単に切り切る。その100万人になってからやっぱいろいろなこう100万人 YouTuber として、あのいろんな今までと違ったお仕事とかも来ると思うので、そういう時にこう100万人 YouTuber っていうので、あの恥じないようにこう100万人YouTuber っていうのを出れるように準備して、いつチャンスがあるか分かんないから、うん、っていう世界だと思うから、もうすぐにでも出れるように今から準備してテレビに出るっていう目標に向かって頑張りたいと思います。はい、はい、なんかこのでも出てる人とか見ると、やっぱりなんかそういう売り込みよりもそいつがどんどん有名になっていけば呼ばれるっていうパターンの方が多分確実、まあまあ、それが間違いないっていうか、うん、それがね多いよね、うん、もうな、知ってるから、やっぱりなんかそうどんどん有名になってって呼ばれるようになるっていうパターンで有名になる、テレビに出れるっていうパターンの方が多分かなり多いので、うん、そっちの方をになるためにもやっぱ TikTok でバズったりとか、 TikTok でバズってあのテレビに呼ばれたりとか出れるように、あのこれからどん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 進んでいきたいと思います。 YouTube の目標、毎動画10万再生、これは最初のうちは結構達成できないかもしれないけど、うん、あの徐々に徐々にちゃんとあの再生回数が上がって、みんなたくさんの人に見てもらって、たくさんの人が楽しんでもらえるように動画を一生懸命作るので、たくさん動画見てください。お願いします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 。そして TikTok の目標は TikTok でとにかくバズらせる、うん、曲を出してバズらせたりとか、あの世の中に流行るように
リアルピースの、あのコンテンツとか、あの演技とか、そういういろんなその TikTok で上げてる動画がバズるように曲も出し、やっていこうと TikTok では思います。天下取り編の目標の一番は、あのメディアに進出していく、その目標を掲げれば必ずなるっていうのを証明したので、うんうん、テレビに出るっていう目標を掲げたから必ず出ていくと思うので、そしたらテレビいっぱい見てね。第2章、天下取り編第1目標、ミッションスタート。なんだって、全部の動画10万再生なんて無理だろう。いや、いけー。 YouTube の動画再生数全10万再生以上、登録者100万人の YouTuber だったら平均再生数10万はいきたい。行きたいじゃない、行くんだよ。そして TikTok でもやることがある。曲や動画を日本で流行らせるんだ。何度も目標を達成してきた。だから諦めんなー。メディア進出。12月まではメディアに出るのが目標。 TikTok200 万人超え、 YouTube100 万人超え、次狙うのは地上波だ。待ってろ、地上波。